ロビー・ファウラーは、イングランド・リバプール出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。相性はコット。リバプール・リバプール FC の育成期間で育った、ロビー・ファウラーは1993から94、シーズンの9月25日チェルシー FC 戦にて、プレミアリーグデビューを果たすと、シーズン12ゴールを挙げて、注目を集めた。 さらに、翌1994から95シーズンに25得点、1995から96シーズンには28得点を記録し、1996から97シーズンのカップィナーズカップでは7得点で、得点王を獲得、リバプールのエースとして、地位を確立した。その後、同じリバプールユース出身のマイケル・オーウェンらの成長、ファウラー自身の怪我や、 貧困不良がたたって、出場機会が激減すると2001から02、シーズン途中にリーズユナイテッド AFC へ移籍した。ここで王子のプレーを取り戻し、活躍を見せた。2006年1月から再びリバプールに復帰を果たし、3試合連続ゴールを上げるなど活躍。当初このシーズン終了までの契約であったが、この活躍により契約を延長することに成功した。 リーズユナイテッド・リバプールでの活躍の後、ファウラーは死んだなどとメディアに称されるほど一時は落ち込んだ。体中に爆弾を抱え本当に引退間際まで追い詰められた時期もあった。しかし2001から02シーズンにリーズユナイテッドに移籍するとすぐにリーズの環境に適応し活躍し続けた。マンチェスターシティ2002から03シーズン途中からは マンチェスターシティ FC へ加入し、ここでニコラ・アネルカとのコンビで活躍を見せた。そして2005年2月28日のウリッチ戦で史上3人目となるプレミア通算150得点を記録し、名実ともにイングランド史上に残るストライカーとなった。ノース・クイーンズ・ランド・フューリー2008年9月に移籍したブラックバンド・オーバーズ FC ではリーグ戦3試合で得点に終わり、 12月に自由契約となった。2009年2月4日、2090シーズンからオーストラリア A リーグに加入するノースクイーンズランドヒューリー FC と契約。パースグローリー財政難に苦しむヒューリーを退団し、2010年4月27日にパースグローリーと契約を結んだ。ムアントニーユナイテッド2011年6月、家庭の事情によりオーストラリアを去り、 同年7月7日にタイプレミアリーグのムアントン、ユナイテッド FC に加入した。ファウラーの代表デビューは1996年3月27日、ブルガリア戦。1998年、フランス W 杯ではメンバーから漏れたが、UEFA ユーロ2000ではメンバーに名を連ねた。リバプールで出場機会を失っていったことから2002年日間。 W 杯のメンバー入りは困難と見られていたが、リーズでの活躍からメンバーに名を連ね、決勝トーナメント1回戦、デンマーク戦で初の W 杯出場を果たした。代表通算26試合7得点を記録した。2011年から2012年にかけて、ムアントニーユナイテッド FC で選手権任監督を務めた。2019年4月23日、 オーストラリアエイリングブリスベンドアー FC の監督に就任。2020年10月9日、イーストベンガル FC の監督に就任した。ピッチ上でスパイクを投げつけたり、ゴールパフォーマンスの最後回を吸う真似をしてみたり、さらにはプライベートでも喧嘩を起こして逮捕されるなど、数々の問題を起こしている。しかし自らファウルを受けたために得た PK のチャンスを、あれはファウルじゃないから、 PK を取らないでくれと審判に自己申告することもあり、リバプールでは憎めない悪動として今なおも人気を博している。この項目はウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。